浪江町立仮の小学校は、福島県二葉郡浪江町仮宿にあった公立小学校。2011年3月11日午後に発生した東北地方太平洋沖地震と津波、及びその直後に起きた福島第一原子力発電所事故の影響により、町内全域が避難区域に指示され休業を余儀なくされた。1、新しい小学校、中学校を一ずつ開設。 2. 臨時休業は平成30年度末までとし、平成31年度に休校措置に移行。3. 避難再開校は平成29年度の在校生が卒業する平成32年度末を最長として存続。4. 平成32年以降は町の復興状況等と連動させながら休校あるいは平行判断をする。一 将来的な財政状況と維持管理費を勘案し、財政圧迫とならないよう浪江町において判断。二、浪江町で校舎等を活用しないと判断した場合は、解体等の適切な対応を図ること。三、校舎等を解体する場合は、学校敷地について復興を促進する調子策等に活用を図ること。学校の歴史の幕が閉じることは前提であることから、 歴史を残す必要があるため、敷地内の正門や樹木、各種資料などを残すこと。また、町民が学校の歴史に触れる場の創出を図ること。浪江町立小学校及び中学校条例。www.town.namie.fukushima.jp2020 年7月25日閲覧。ab、平成27年度。 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検、評価実施報告書。浪江町教育委員会。2020年7月25日閲覧。広報浪江7月号。浪江町。2020年7月25日閲覧。ABC、浪江町立学校の校舎等の今後のあり方の適正化を図るための基本的方策について。 浪江町立学校校舎等検討委員会。2020年7月25日閲覧。広報浪江6月号。浪江町。2020年7月25日閲覧。浪江の小中7校。来春廃校前町避難後休校。児童生徒が減少。河北新報。 https://www.kahoku.co.jp:/tohokunews/202002/2020021161020HTML2020 年7月25日閲覧ありがとうございます